はい、改めまして皆さんこんにちは。今日は大変お忙しい中に福岡都市圏広域行政推進協議会総会にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また日頃から広域行政の推進にご尽力を賜りますし、まして厚く御礼を申し上げたいと存じます。さて、全国的に人口減少が進みまして、地方創生が国家的な課題とされる中、この福岡都市圏におきましては人口の増加が続いておりまして、特に、現在もう都市圏で250万人を超えているという状況でございます。10代20代の若者や子育て世代の割合も高く、今最も日本で元気なエリアだというふうに言えると思います。まあ、しかしながら7月に発生をいたしました九州北部豪雨災害では、福岡都市圏で使用する水道水のおよそ3分の1を水量の頼りとしています筑後川水系の流域で甚大な被害が発生をいたしました。被災した自治体への支援、応援をさまざまな形で実施をしているわけでございますが、改めて私たち基礎自治体同士のつながり、連携の重要性というものを再認識をいたしました。まあ、そうした中、先ほど披露式を終えたばかりでありますが、消防の共同指令センターがいよいよ運用開始となりまして、安全安心な街づくりに向けた連携が大きく前進をしていくものと考えています。また今年の7月には神宿る島、宗像沖ノ島と関連遺産群の8つの構成資産が全て世界遺産に登録をされたわけでございます。さらにスポーツに関しましても2019年の世界フィギュアスケート国別対抗戦、またラグビーのワールドカップ、2020年のオリンピック・パラリンピック、2021年の世界水泳など世界規模での、大会で福岡都市圏をアピールできる機会が目白押しとなっております。まあ、こうした機会をしっかりと捉えて観光分野での連携、また住民同士の交流なども積極的に進めて福岡都市圏全体のをアピールできる、また全体の盛り上がりにつなげていければというふうに考えています。今後とも安全安心で魅力と活力のある福岡都市圏であり続けるために、より一層連携を深めていくことが不可欠と考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますが、前回総会以降新しくご就任をされました福津市の原崎市長さん、そして再選をされました大野城市の井本市長さん、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。では限られた時間ではありますが、本日もどうぞよろしくお願いします。